皆さんこんにちは、私たちのチャンネルへようこそ。このビデオでは、2012年から2018年までの BMWF33 シリーズ車両が経験しやすい10の一般的な問題について説明します。番号1。2011から2015年ガソリンエンジン搭載モデルの一部のプラスチック製タイミングチェーンガイドは早期に摩耗する傾向があります。 摩耗したプラスチック製タイミングチェーンガイドを交換する場合は、タイミングセット全体を交換することをお勧めします。番号2。これらの車両の中には、冷却液の漏れによりオーバーヒートを起こしやすいものがあります。番号3。ステアリングギアのスラストピースは時間の経過とともに摩耗する傾向があり、ステアリングホイールを左右に回転した時にカタカタ音が発生します。 この部品は交換可能で画面に表示されている通りにキットとして購入できます。番号4ディーゼルエンジンを搭載した一部の車両の EGR クーラーは内部冷却液の漏れが発生しやすいため交換する必要があります。番号5これらの車両の一部では外装塗装が剥がれやすい傾向があります。番号6 ガソリンエンジンを搭載したこれらの車両の一部では、ウォーターポンプが早期故障する傾向があり、交換する必要があります。番号7。バルブカバーのガスケットは時間の経過とともに硬化し、オイル漏れの原因となるため、交換が必要です。番号8。これらの車両の中には、時速 100km を超える速度で走行すると、 フロントドアシールの周囲で風切り音が発生する傾向があるものがあります。通常、ドアを調整すると問題が解決します。番号9。降雪地を走行する車両のアルミホイールは画面に表示されている部分が腐食する傾向があります。番号10。これらの車両の一部の触媒コンバーターは15万から20万 km で故障する傾向があります。 インパネのチェックエンジンライトが常時点灯します。この問題を解決するには、損傷した触媒コンバーターを新しい部品と交換する必要があります。これらは、2012年から2018年までの BMWF303 シリーズ車両で発生しやすい銃の一般的な問題です。素敵な一日を、